オレステ・バラティエリはイタリア王国の軍人。第一次エチオピア戦争でエリトリア総督として陸軍遠征部隊を指揮した。当時オーストリア帝国領だったチロル地方の都市トレントでイタリア系住民として生まれた。バラティエリの軍歴はガリバルディの先人隊に加わることで始まり、1860年5月11日から1861年2月13日に、 かけて行われた両シチリア王国遠征で数々の戦闘を経験する。イタリア統一後は王国軍の士官に転じてラ・マルモラ元帥の配下として広島戦争に従軍。その後も順調に階級を上げ1891年に陸軍大将に昇格した。当時エチオピアとの戦いでエリトリアを獲得していたイタリアは 戦後統治を行う中東軍司令官にバラティエリを任命した。翌年、エリトリア州が成立し、バラティエリは知事を兼任した。1893年から1895年までの2年間、現地司令官として周辺国や欧州植民地に侵略していたスーダンとの戦争に没頭した。1894年7月17日、バラティエリは マフリの乱を起こしたムハンマド・アフマドをカスサラの戦いで打ち破り、スーダン兵のほとんどは戦死するか捕虜にされた。エリトリア戦争での勝利以降、エチオピアと停戦していたイタリアは、メネリク2世の傀来化に失敗して第一次、エチオピア戦争が勃発、バラティエリは2万人のエリトリア守備隊を率いて、エチオピア領内に侵入を開始した。バラティエリは、コアチツの戦いで、 エチオピア軍の地方軍を破り、イタリア政府はスーダンでの戦勝と合わせて、アフリカ人の軍隊に対する先入感を強めた。ところが、エチオピア国王直属の軍は、英英物の支援で、近代的な装備と訓練を終えていて、状況を察知したバラティエリは、決戦を避けて、相手の消耗を待った。しかし、現地のバラティエリと違い、状況を把握しない、イタリア政府は、 バラティエリに決戦を任命した。2月29日、アドア北方で、イタリア陸軍1万7000人と、エチオピア軍10万人が衝突。朝方に始まった戦いは、正午に終わり、ほぼ死者数は両者とも1万人程度だった。エチオピア軍の装備と戦力差から言えば、五角以上の戦いだったが、数的に勝るエチオピアに比べ、2万人に足らない、イタリア陸軍にとって、 死者一万は致命傷だった。国内での沿線勘定を前に、イタリア政府は、エリトリア割譲を、ベネリク二世が正式に認める代わりに、エチオピアの独立を承認した。イタリア政府が帰還したバラティエリに、敗戦の責任を押し付け、軍法会議にかけて強制的に退役へ追い込んだ。オーストリア領トレントに戻ったバラティエリは、1901年8月7日に、 故郷で病没した。ありがとうございます。